はい、ということで実況のパート22 始めていきたいと思います。サイドミッションは前回で、全部終わらせて、でスライドフィルムも全部回収したので、まあとりあえずもうあとはもう特にやることはないだろうということで、まあとりあえず一旦メインストーリーを まだまあね最後まで、一応進めていこうかなと思っております。そのスライドフィルムを全部集めたら、その最後のスライドフィルムがまさかの、そのジョセフ君のスライドフィルムで、そのスライドフィルムを映写機で見てたら、そのキットマンちゃんからまさかの衝撃の事実を言われて、そのまさかの、ジョセフ君が死んだと思いきや、生きているという情報を言われ、で、まあ、それについての詳細についてはその全部全てが終わった後に話してくれるということだったんで、まあ、おそらくエンディングでね多分ねまたなんかそれについてのきっとなんかまあね追加というか説明がなされるんでしょうということで、なんでそのためにねそのもう一回エンディングまで行くために、最後まで終わらせようと思います。いや本当ね驚き桃の木でしたね。その最後のスライドフィルムがまさかのジョセフ君のスライドフィルムでそんなもったいぶるようなことなのかっていう感じでもあるんですけど、これで爆破余裕だ。あんたがいつでもいい。いやでも実際ジョセフ君の安否がどうなってたのかは本当すげえ僕も気になってたんで、サイコブレイク1で最後の終盤でキットマンちゃんに撃たれて、でなんかそれ以来全く出てこなかったんで、えあのまま死んだのかみたいに思って、でも明確な死亡描写はなかったんで、そこはちょっとね納得がいかないというか腑に落ちない部分だったんですけど、前回のサイコブレイク1の実況でも僕ずっとジョゼフ君死んだのかなみたいに言ってて、でサイコブレイク2の今回の実況でもたびたびジョセフ君って死んだのみたいに言ってたんですけど、いやまさかここに来てねジョセフ君の安否についての情報が知れるとは なんか嬉しい率直に言って嬉しい。そうジョセフ君についての情報を知るためだけにもう一回ね最後まで実況を進めていきたいと思っております。まあ、2回目なんでもうねガンガン行こうかなと思います。はい、ということで、チャプター2はルーブですね。はい、もうさっさとセオドア・ルーズベルト大統領君もぶっ潰しに行きたいと思います。いてぇーゴローニャに捕まった。まあステータスはもう最大強化したんでもうね向かうところ敵なしですよね。グリーンジェルを集める必要性が全くないというね。なんか難易度が今作は
カジュアル、サバイバル、ナイトメアで、あとクラシックの4つ、確か4つなんですよね、難易度が全部で。でクラシックが一番難しい難易度で、まあ、やったことないんですけど、クラシックモードはかなりなんかいろいろ制約があるらしいですよね、聞いたところによると。で僕が一番驚いたのはクラシックモードはセーブするのが7回しかできないっていう、セーブ回数がまさかの限られてるっていう。ゲームにおいてセーブが限られてるって鬼畜すぎるでしょセーブさえできれば何回でもやり直しできるけど、そのセーブさえ許されないってそれ本当いじめっすよね。やばいやばい、こいつ即死こぎ持ちだからな、あんまりナメプスでやられちまう。もえろー、もえちまえー。おお強い強いところ燃やすの強っ。でこれ火炎放射器ってこれ弾弾薬どうなってんだろうまあいいか。このサイコベック2の他の人の実況プレイ見たことないんですけど、そのもしクラシックモードとかで実況してる人が、まあ、いたならばっていうか、まあ、多分いるんでしょうけど、おそらく。いや本当にねすごいと思いますねよくクラシックなんかやろうと思うなという感じですよね本当に。せめて1周目クリアした後にその2周目強くてニューゲームの時にその難易度選択でその 2回目のプレイでその上の難易度、そのナイトメアとかクラシックモードを選べんだったら、そのまだ救済措置はあるというか、まあ、なんかやろうかなっていう気持ちにもなるんですけど、前にも言ったんですけど強くてニューゲームだと前回と1周目と同じ難易度以下しか選べないから、結局1周目のプレイの時にそのクラシックとかな、あ、まあクラシック選んでないとその強くてニューゲームでも遊べないんですよねクラシックで。まあ、一応クリア得点もその各難易度で微妙に違うらしいんですよね。で特に1周目のこのクラシックモードでのクリア得点が一番確か豪華ですごいんですよね。確か無限弾薬が無限になるやつと、あとブラスナックルっつったっけ、なんかよくわかんない近接攻撃の武器が手に入るらしいですね、聞くところによると。いやこれエスミラルダちゃんがこの局面でどうやって生き残ったのかすげえ気になるんだけど、どう考えてもさっきリンチャーで死にいいでしょあのクソ野郎に借りを返す。セバスチャンどうしたの、大丈夫、働きすぎなのよ、あなたぼーっとしてるわ。マイラ、エズメラルダ、どこに、うちに帰ってきたのか、どうやって。リリー、マイラが残した手紙、
ファイルに隠されていた。仕事にばかりかまけてた。昔に戻れたら。家族をもっと大切にするのにな。まあなんか仕事ばっか優先してその家族と過ごす時間をまあないがしろにするっていう言い方ちょっとはあれなんですけどっていうよく言う人多いですよね実際。まあ、僕も社会人としてまだその奥さんとか子供とかいない年齢ですけど仮に初対面持ちになったとしたらその家族と過ごす時間とその仕事に費やす時間をそのどっちを大事にするかって言われたらそのまあなかなか実際難しいと思うんですよね。その家族と過ごす時間ももちろん大切ですけどその実際自分がね稼ぎとして収入の柱にならないとその、まあ、家族を養うこともできないと思うんでなんでも結局仕事に打ち込むことはね不可欠だと思うんですよね。そこのところねワークライフバランスっていうのがねやっぱ難しいですよね実際ね、まあ、特に最近はそう妻とね2人での共働きなんてのも増えてるらしいですし、まあ家族のね、あり方っていうのもね、変わっていってるんでしょうかね。あれ、ここ何すんだっけ？押しちった。何すんだっけ？あ、これか。リリーの絵。今でもこの時の心でいてくれるといいな。あれ、あと何すんだっけ？忘れちゃった。
君はすごいな。本当に何でもできる。メビウスに潜入できたのも頷ける。一度決めたら妄想だと決めつけず、信じていれば。最愛の その通りだ。マイラはいつだって正しかった。カステラ刑事の顔がなんかチャプターが進むごとにつれてだんだんと血だらけになっていってるような気がするのは俺僕だけでしょうか。俺から全てを奪った。全ては奴らが始めたこと。だが俺が全て終わらせてやる。邪魔する奴は容赦しない。起きてセバスチャン。ここはユキコ、俺はどうやってここに。彼女が連れてきてくれたの。ごめんなさいセバスチャン、助けようとしたんだけど。これエメラルドちゃんがもうじゃないバイオハザード1の映画に出てくる女の人にすげえ似てる気がするんですよね。あの最終的に感染してゾンビになっちゃう女の人、すげえ似てると思うんだけど、その見た目も性格も。救おうとしてくれた。俺のせいだ。俺はまた。なんかサイコブレイクもなんかストーリーがちゃんとしてたらワンチャンなんか映画化もできるんじゃないかって気がしなくもないんですけどね。それが狙いなのよ。なんか頑張ればワンチャン映画化いけんじゃねみたいな気もするんですけどね。そうだ、あの野郎。罪悪感は、まあ、サイレントヒルもバイオハザードもね映画化してるんで、似たようなホラーゲームならワンチャン映画化いけるやろって思いますけどね。よし、見つけ問題。どういう奥がユニオンでも、くそ、なんと鬼。それすぐ頼むぞ。安全わかった。ユキコ、背負彼らここで。俺何こん、ええ、なぜはそうか。チームが俺を自分せ聞き借り家に火をつけリリーを連れ去った。はい、家に火をつけたのはエメラルドちゃんでした。ということで、まさかのエメラルドちゃんがまあある意味元凶といってもおかしくはないかもしれないですねまあいくらに言われた任務だったとはいえ、廃墟と化したユニオンを住み、もう廃墟と化しちゃったのかよ。
さしく牙城だな。何が起きてるのセバスチャン。前回敵を倒しておいたからもう全然敵がいなくなってますね。またもや僕しかいない街状態になってますね。いや待って、いるぞあいついるぞあいついるぞ。まあでもこいつ倒すメリット特にないんで、まあ普通に鹿としていこうかなと思いますね。まあ、こいつを倒すメリットは別に特にないんで。これよ。なんだ携帯。これで小さい京都見よ。そこのだがあなたこのこれが他にセットもうそう準備はいい。大丈夫オッケー。私が装置を運んで操作するわ。炎からは守ってくれるだろうけど、化け物は止められない。心配するな、俺が何とかする。やってみましょう。うまくいった。円から出ないように気をつけて行きましょう。炎が邪魔で何も見えない。化け物にだけ気をつけてついてきて。道は分かってる。おお、反応が多分35もくれたよ。任せろ。来るぞ。後ろに気をつけろユキコ。それはあなたの仕事。そりゃいい。あちこちから来るぞ。どれぐらいだ。入ってみるとより長く感じるわね。近づけたくないんだ。いい傾向だ。俺たちを恐れている。止まるな。あと少しだ。待って、安定化装置がおかしい。直せるか。今やってる。後ろを向け。
ギリだったな。試作品だって言ったでしょ。あれ、そろそろ後悔してきたか。リリーに対する罪を償うチャンスなの。そしてステムに入れた人々への償いだから後悔はしてない。なんか動かせるぞこれ。おい、ユキコ、どうしたの？また故障した。ちょっと待って。急げ。さっきより暑くなってきたぞ。これ自動回避スキルも大概にチートですね。貞子ちゃんの最後の瞬間すらスキップしちゃうの？やつは必ず倒す。約束だ。はい、ということでチャプター40ですね。もうガンガン行きたいと思います。結局俺だけになってしまった。だが俺は諦めない。命を許すことのためディサイプルに排除されるのです。ディサイプル、なんかこの炎の敵のことをディサイプルっていうらしいですね、名前は。
普通にスルーしていけたな普通にスルーしていけたな今。戦う必要1ミリもなかったっすね。なぜどいつもこいつもユニオンを欲しがる。現実じゃないんだぞ。ユニオンは現実を超越した。ユニオンはメビウスだ。彼らの精神がユニオンにつながっている。ユニオンを支配すればメビウスを支配できる。世界を支配できるのです。イカれた野郎がイカれた組織を乗っ取るの。イカゲ以上に狂ってるんだ。普通に近接攻撃で上で倒せた。おお、なんかめっちゃ追ってきたぞ。おい、あれ、いやこれ自動回復スキルが強すぎるいやこれ自動回復スキル ずるいねこれ自分で言うのもなんだけど、これずるいわマジで。これ反則だろマジで。自動回復スキルが強すぎる。自動回復スキルさえあればその即死攻撃以外は全部が必ず回復してくれるんで、死ぬことが絶対ないんですよね。だから即死攻撃以外だったら絶対死なないんですよね。いやまあそれ超ずるいわマジで。ずるいなこれ本当。お、一撃倒した。強っ一撃倒したぞ。
柵柵じゃねえよ。強っ。ハープンボルト X はくっそ強えな。これ一撃倒して、しかもこれどんだけ強えんだこれ。セオドア神父と直接戦うのかと思いきや、まさかのなんか幻想というかね、と戦うことになるっていう。そう、本人戦うとちゃうんかいみたいなね感じですよね。これでまさかのチェンソーおじさん、チェンソーおじさんと戦うのかと思いきやただ逃げるだけっていう。よく見たらスタミナ減ってないっていうね。なんだ。いい加減にしろ。これなんでさ、これなんでこれ姿消してんの。おかしいでしょ。なんでこれ姿いなくなってんの今。てかチェーンソーおじさんナイフ一撃でやられるようなそんなもろい 生命力じゃないだろこいつ。もっとタフでしょこいつ。こんなもので倒せると思ったか。ここでなんか隠し包丁みたいなのでなんか対抗していてんのほんと腐っすよね。これで切るってやんなかったら逆にやられんのかな。いやこんな返り血浴びたらもう絶対なんか感染症とかに感染しそう。鮮血がすごいですよね顔面の。前とか目の前とかなんかすげえなんか視界悪くなってそうっすよね。さあランドセルマン君と遊ぶ時間ですね。まあ基本的に即死行く気持ちがないやつだったらまあ楽勝だな。楽勝っすね。燃やしてやるよ。燃やしてやるよ。えやべえ、3秒で倒した。3秒で倒したぞマジで。これ3秒で倒したんですけど今ガチで3秒倒した今。さあこっち来いよ、燃やしてやるよ。やばい、自分の炎やられちゃうよ。
なんか勝手にやられた。もう笑うしかないな。いや、なんか1分か2分ぐらいで3体倒した気がする。でもこれ火炎放射器のこのなんか弾ってあんのかな、作れんのかな。火炎放射器どうやらこれめっちゃ強いっぽいですね。強武器っぽいですね。でもスパイダーウーマンちゃん倒せんのかな。倒せんのは倒してもいいんだけどな別に。いや、こいつはちょっと電気ビリビリがないとな、きついな。あ、まあ凍らしてもいいか。電気ビリビリの弾がなーい。あ、あったあった。あれ、マーサスどうだっけ。回せ回せ回せー。いや来ちゃダメ来ちゃダメ来ちゃダメ。回せ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 。危ねえ。あれもう一個どこだっけ。もう一個どこ。あったあった。回せ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 。はい、終わりー。早っ早っ。また1分ぐらい倒しましたね。早い早い早い早すぎるぞ。もうガチレバマジこうストーリー全クリするのすげえ一瞬で終わりそうっすね。ガチレバあやっという間にセオドラ君も倒して。マイラ、まあ、あとはねマイラを倒すだけですね。はい、ということで、チャプター15ですね。まあ、今回は、区切りがいいんで、ここまでにしようかなと思います。まあ、次回の動画でおそらくね、でも最後までストーリー進むと思うんで、それでね、このサイコブレイク2の実況も、ね、終わりにしようかなと思います。最後エンディングを迎えた時に、そのキットマンちゃんから多分ジョセフ君についての情報が多分知れると思うんで、まあ、その情報を知ってね、ジョセフ君の安否を確認したところで、このサイコブレイク2の実況をね、もう完全に終わりにしようかなと思います。まあ、とりあえず今回はここまでで、とりあえず今回の動画はね、ここまでしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。